饭店和吃饭。现在学会了所有的急救词汇，我们可以放心上路了。行程是什么？吃饭、旅行、购物，从哪儿开始呢？当然是吃饭优先，饭馆和吃饭。レストランと食事。レストランと食事。最好做一下预定。预定。予約の入れ方。予約の入れ方。可以打电话预定。喂，今晚有桌子吗？もしもし、今晩は空席はありますか？もしもし、今晩は空席はありますか？他们会回问你，几位？何名様でしょうか？何名様でしょうか？例如，我要预定一张四个人的桌子，八点钟。八時に四人分の席を予約したいのですが、八時に四人分の席を予約したいのですが、真糟糕，对不起，都订满了。申し訳ありませんが、満席です。申し訳ありませんが、満席です。有时候过来高峰期会容易些。他们有桌子，但是只在九点钟有。席はありますが、九時からのみです。席はありますが、九時からのみです。如今在许多国家。这个问题已经不存在了。吸烟区还是禁烟区？喫煙席ですか？禁煙席ですか？喫煙席ですか？禁煙席ですか？好了，我们终于到了。我们预定了桌子。我们怎么知道？我们有了预定。予約があります。予約があります。服務員会领我们到我们的餐桌。请坐。こちらにお座りください。こちらにお座りください。坐下以前、也许我们要问、洗手间在哪儿？トイレはどこですか？トイレはどこですか？我们已经坐了二十分钟了，服务员都哪儿去了？服务员。ウェイターさん。ウェイターさん。请拿菜单来。メニューをください。メニューをください。出于某种原因，我们相信服务员，就请他推荐几个菜。你有什么可推荐的？何がおすすめですか？何がおすすめですか？另一方面，他也许问。你要点什么菜？何をご注文されますか？何をご注文されますか？尽管每个人都有不同喜好，但是服务员常常会说：“这个值得尝尝。”こちらは大変おすすめです。こちらは大変おすすめです。我要一个汤。在谈到具体菜名以前，你可以说我要点一个。お
ください。をください。你要什么？那就是我要的。我点同样的。同じものをお願いします。同じものをお願いします。就这些吧。如果需要加，我们回头再点。就这些吧。今のところ以上です。今のところ以上です。这个饭馆除了吃的，还有想喝点什么？お飲み物は何にしますか？お飲み物は何にしますか？我要喝。をください。をください。矿泉水。ミネラルウォーター。ミネラルウォーター。冷水。冷たい水道水。冷たい水道水。橙汁、苹果汁。オレンジジュース、リンゴジュース。オレンジジュース、リンゴジュース。这些饮料全世界听起来都一样。可乐、苏打水、柠檬汁。コーラ、ソーダ、レモネード。哇，真好喝！请再来一杯。おかわりください。おかわりください。如果想要更多，我再要一些。お、もう少しください。お、もう少しください。要够了吗？是的，够了，谢谢。もう十分です。ありがとう。もう十分です。ありがとう。有两个用语在吃饭时帮助提胃口，一个是“来，先干一杯”。乾杯。乾杯。还有一个是请慢用。どうぞお召し上がれ。どうぞお召し上がれ。我们吃饱了，厨师想知道自己的作品菜的味道怎么样。どうでしたか？どうでしたか？我们应该说什么？好极了。上出来でした。上出来でした。说好话让他高兴总是好的。菜的味道好极了。食事は美味しかったです。食事は美味しかったです。用手势表示要账单是常见的，但是说话总是更客气些。请买单。お勘定をお願いします。お勘定をお願いします。账单多少钱？代金はいくらですか？代金はいくらですか？如果写在账单上，你会明白它的含义。小费未包括。サービス料は含まれておりません。サービス料は含まれておりません。你可以亲自把小费交给服务员。这是给你的，谢谢。これをどうぞ、ありがとう。これをどうぞ、ありがとう。